こんにちは、エイミーです。今日は IKEA で買ってよかったもの10選をご紹介します。最後までお楽しみください。ではまず最初にご紹介するのはこちらのシリコンの蓋3点セットでございます。 IKEA ですごく人気のある商品です。特徴なんですが、電子レンジ、食洗機、冷凍庫、オーブンまで使用可能であること、密閉度が高い、ラップ代わりになってエコ、節約、かさばらない、この4点ですね。はい、こんな感じでグラデーションのモノトーンになっていて、サイズが大中小とあります。まず電子レンジ、食洗機、冷凍庫、オーブンまで OK ってすごすぎますよね。食洗機を使っている我が家にとって本当にありがたいです。密閉度の高さなんですが、上からちょっと押すとボールまで一緒に持ち上がってしまうくらい密閉度が高いんです。これぐらい密閉していれば鮮度をね、しっかりと保つことができるんじゃないかなって思います。そしてかさばらないという点ですね。このプラスチックの透明の蓋は高さがあるので冷蔵庫に入らないことがあるんです。でも IKEA の蓋なら余裕で入りました。これなら収納する時もかさばらなくて済むのでとってもいいですよね。ぜひワンセット持っておくと便利かなと思います。続いてこちらは折りたたみローテーブルですね。こちら特徴は折りたためてコンパクトになる、子供のおやつタイムのテーブルにぴったり、こぼしても拭きやすい、スマホ、タブレットスタンドがついていること、この4点です。こちらメリットがたくさんあるんですけれども、一つずつご紹介します。一つ目はコンパクトに折りたためるということですね。例えば子連れの来客があって席が足りなかった時に、これはさっと広げられるのですごく便利だと思います。開く時はこんな感じで足をぐっと強く押し込みます。押す時少し硬くて力がいるんですが、逆にその分しっかりと足が固定されているので軽いのにとても安定しています。でこんな感じで小さく畳めるので、使わない時はどこか隙間に収納しておくことが可能です。このテーブルなんですが、我が家では毎日使っています。何に使っているかというと、子供がテレビを見ながらおやつ食べたりする時のちょっとした食事用のテーブルとして使ってます。でこれは子供がいる方には特におすすめしたい商品です。なぜかというと、このように四隅が丸くなっているのでとっても拭きやすくて掃除が簡単なんです。さらにスマホとかタブレットのスタンドがついてるんですよ。しかも充電器を通せる穴が開いております。子供が YouTube 見ながらお絵かき、お勉強、それからお菓子食べたり工作したり、いろんなことができますよね。もちろん大人が使うのも全然ありです。で先ほどから子供向けにすごくおすすめしてきたんですけど、こちらはそもそも大人用のベッドテーブルとして販売されているものになります。で子供が使わないときはこんな感じでコーヒー飲みながらベッドでゆっくりしたり、ここで仕事もできそうですよね。今回ランキングはつけてないんですけど、このテーブルが私の中では1位かなって思ってます。本当に毎日毎日よく使っているテーブルです。続いてはこちら大人気のフリーザーバッグです。 IKEA のフリーザーバッグは2種類のものが1つのセットとして売られていることが多いです。こちらのビニールバッグの特徴は使い方いろいろ、それからデザインとサイズの種類が豊富なことです。本当にいろんな使い方があります。例えば私はよく旅行のパッキングに使ったりしています。メイクを入れたり充電器を入れたり、中身が見えやすいので探しているものがすぐに見つかります。あとはキッチン収納としてパスタと紙ナプキンを入れてます。購入時はこのような箱に入っていて、この箱のままでも十分取り出しやすいんですけれども、我が家ではこちらのダイソーの積み重ねボックスの仕切りがついたタイプにこのように立てて収納しています。複数のサイズを持っている場合はこのように立てて収納した方がサイズが一目でわかるので取り出しやすいかなと思います。こちらのフリーザーバッグ何種類か持っておくと何かと使えて便利だと思います。こちらは木のハンドルがついた可愛らしいメッシュバスケットです。こちらも IKEA では人気の商品ですね。
特徴はカラーバリエーションが豊富なこと、取っ手がついているので持ち運び収納にぴったりなこと、それからメッシュですので程よく中身が見えつつ通気性がいいことです。カラーバリエーションはホワイト、グレー、パステルカラーのピンク、ブルー、グリーンとレッドの6色展開となっております。いろんなカラーが揃ってるんで自分の好みのものが見つかるんじゃないかなって思います。ちなみに我が家ではキッチン収納は白、おもちゃ収納はグレーという風に色で収納を分けています。こうやって色分けできるっていうことも魅力的ですよね。それとハンドルがついてるので持ち運び収納にぴったりです。家の中でちょっと移動させたりすることが多い収納ですね。そういったものにはぴったりだと思います。あとこの木のハンドルがすごく私的に可愛いなと思ってあえて見せる収納にしております。あとは中が程よく見えて分かりやすいということですね。隠す収納もすっきり見えるのでいいとは思うんですが、テプラでラベリングしないと中身が分からないし、子供は文字が読めないのでおもちゃとかはこういったメッシュバスケットの方がいいかなって思います。キッチン収納はこんな感じで、左からパン、真ん中はキッチンペーパー、それから一番右がパスタのソースとかカレーを入れてます。メッシュで通気性もいいので食品の保存にもぴったりです。続いてこちらはライトですね。すごく長いチェーンになります。こちらの特徴は明るい、おしゃれ、この2点なんですけど、我が家では毎晩寝る前のリラックスタイムに必ずつけています。若干明るめかなって感じるぐらいです。暖色系の明かりがとっても落ち着きますね。このライトをつけるとお部屋が一気におしゃれになります。電池式のタイプもあったんですけど、私は毎日使ってるのでコンセント式にしてよかったなって思います。このライトの下で温かいお茶を飲みながら過ごす時間が私はとても好きです。続いてこちらはハンガーですね。パンツハンガーも一緒にまとめさせていただきました。こちらの特徴はまず両方に言えることとしてはコスパの良さ。通常ハンガーに関して言うと下に棒がついているためパンツとジャケットをセットでかけられること、それからパンツハンガーに関して言うとクリップ幅の移動範囲が広い、それと重い服もずり落ちないということです。まずコスパの良さですね。今我が家では木のハンガーで統一をしているんですけれども、やっぱりたくさん必要になってくるのでコスパ重視でイケアを選びました。他のメーカーとも比べてみたんですが、イケアのハンガーはクオリティも優れていました。こちらのハンガーですが幅が結構広めになっておりますので、メンズもレディースも両方いけます。大きすぎないし小さすぎないという感じでサイズ感もちょうど良かったですね。そして下にこのような棒がついているのでパンツとジャケットを一緒にかけることが可能です。それでパンツハンガーに関してクリップの動かせる幅がとても広いので、ウエストがすごく細いものから太いものまでクリップの幅を自由に動かすことができるところが大きなメリットです。そしてクリップが強力なので全然ずり落ちないです。クリップのところはゴムではなくてこうプラスチックの樹脂のようなものがついていますね。これいけるかなって思うぐらい重いものでも全然ずり落ちないですね。もうこのハンガーは何回リピートしたかわからないぐらいたくさん持ってますね。ハンガーをね統一したいっていう方にはねぜひおすすめです。続いてこちらはワイヤレス充電器ですね。こちらなんですがワイヤレスの充電に対応しているスマートフォンでないと充電できないんですが、そこだけ最初にお伝えしておきます。こちらの特徴はワイヤレス充電ができることとデザイン性の良さですね。ワイヤレス充電器って他社さんでも結構出てるんですけど、いろいろ探した中でこれが一番おしゃれで生活に溶け込むようなデザインだと思って選びました。このコルクが縁についているのが可愛らしいですよね。ただワイヤレス充電器のデメリットが一つあるんですけれども、有線に比べて充電スピードが少し遅いんですね。で、私はそこまで気になる程度ではなかったし、どうしても急いでる時は有線の充電器を使ってるので特に今のところ問題ありません。やはりそれよりも置くだけで充電ができるっていう手軽さが私には魅力的だと思います。
ただし充電する際に一つ注意点がありまして、それは置く位置が少しでもずれていると全く充電されないということです。まあ慣れてくるとこれはだんだん感覚がつかめるので、そんなにストレスには感じていません。そしてこちらはエコバッグですね。こちらの特徴はデザイン性の良さ、肩から下げることができる、使わないときはコンパクトに畳めることです。デザインなんですが、正直ここは好みによって分かれるところだと思いますが、私はこのモノトーンで手書き風の格子柄が可愛いなって思いました。ちょっと北欧っぽい感じもしますよね。あと肩掛けができることですね。このようにしっかりと紐が太くなっているので、重いものを持ってもそんなに痛くならないです。使わないときはこんな感じでコンパクトに畳めるので、通勤に持って行って仕事帰りにお買い物とかもできます。こちらは缶ですね。缶の大小2個セットになっております。こちらの特徴は、まあ、特徴っていうほどでもないかもしれないんですけれども、麦茶のパックがぴったり入るんですね。麦茶飲まない方にはあんまり関係がないんですけれども、この54個入りの伊藤園の麦茶を我が家はずっと飲んでいるんですが、この54個が全てぴったり収まるサイズとなっております。さらにですね、今までこのようにお茶のパックを1個ずつ切り離していたんですが、横に入れることによってまとめて切り離すことができるようになりました。デザインもこのくすんだベージュのような色がすごく可愛らしくて、キッチンにぴったりですね。ちなみに小さい方にはお茶の葉っぱを入れてます。はい、最後にご紹介するのはこちら、おままごとキッチンですね。こちらも IKEA でもう定番の人気商品となっております。こちらの特徴はまずリアルであること、成長に合わせて高さを調節できる、楽しくて飽きないということですね。まずこのリアルさっていうところなんですけれども、上にちゃんと電子レンジがついていたり、蛇口もひねれるようになっていたり、 IH のコンロは本物みたいにライトがつくんですね。しかも2段階の明るさに調節が可能です。このあたりがとってもリアルで、多分自分が子供だったらすごい楽しいだろうなって思います。下にはしっかりと収納用の棚がついています。このバスケットは私が100均で買ってきたものになります。中のステンレスの鍋も IKEA で買いました。この中には私が使わなくなったキッチングッズとか、ダイソーで買ってきたおままごとグッズなんかを入れてます。そして成長に合わせて高さを調節できるということなんですが、この四角い筒のようなものが付属で入っておりまして、足の部分をこの筒に差し込むことによって高さを3段階まで調整することができるんです。今これは差し込んでいないので一番低い状態になっています。それと最後に楽しくて飽きないっていうことなんですけれども、娘はほぼ毎日このキッチンで遊んでいます。購入してから半年以上経つんですけど、ほぼ毎日です。たまにいとこの男の子がうちに来るんですけど、その男の子もよくこのキッチンで遊んでいます。子供が喜んでいる姿を見るのが何よりも嬉しかったので、このキッチンは本当に買ってよかったなと思える商品でした。はい、これで以上になります。今日は IKEA で買ってよかったもの10選をご紹介していきました。もしこの動画が参考になったら、いいねとチャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは最後まで見ていただきありがとうございました。さよなら。